まあね、あのいいところがいっぱいあるんで、それをやっぱりちょっと活かせて、そうですよね、発信しておきます、お願いします。まあなんかもう積み木さんのコロッケの歌もそうですけど、私あれもずっと頭に残ってる、コロッケの、あのね、本場話にも、いやね、本場話にね、テレビのコロッケ、小さなお蔵があるんですけども、うれしの、もう一番北の南の端なんです、はい、うれしや、うれしのはない、うれしがし、うれしのああいうとかやる、神社に千原丸が腰を痛めて届けたくなった、その時にその神社の藤の木につないで祈願したらすぐに治ったという伝えがあります。はい、腰神神社、だからいろんなその人物がね、神社がその立つはあると思うんですけど、まさしべとまさつらだけに特化するのもね、これだけだと僕は思うんですけどね、ねえ、すごい、あれはないと思うんですけど、あれすごいんですか、あれ今年はどこでしょう、あの産経新聞にも載せてもらいました、令和何人、令和の新人の若さ、サラパラ、サラパラ、これはすごい、初めて撮れますか、撮れるよ、素晴らしい、良かった、素晴らしいものですけど、ありがとうございます。まあ、これからね、南光さんがね、もっとあの知ってもらえたら、そうですね、ありがとうございます、土曜日でございます、よろしかったら、来年ね、おじさん、私も行くの、どう、もう一枚撮りますね、はい、はい、チーズ、ありがとうございました、後で来たら、あ、わかりハーレル、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 
飯も食わずに若くて、女遊びもほどほどに、そんな俺らが考えましたレビアカは、題して若い人生連弾物語、若い人生連弾物語、何分社会者が考えましたレビアカゆえ、一つ二つの過ちはお客様のそれたもとへ、太鼓の音が隣に響きましたならば、右へ左へ、右へ左へ、どなた様にもおけがのないよう、どなた様にもおけがのないよう、しばらく工場時間の様だけこれにてご退場だい。Thank you.
¡Vamos!
Thank you.